こんばんは、あくまつむねおチャンネルでございます。なんか今日も蒸し暑かったね。今日はね、まあ昨日もちらっと言いましたんですけど、例の本の、取材を一つ受けてまいりました。今日はとね、結構まあ一社だけだったんですけれども、程よく長い時間でしたね。やっぱりあのね、こう、会社によっていろいろね、この質問の切り口が違ったり、それからね、やっぱりあの、まあ、記者の方と、それからカメラマンとか、それからまあなんていうんですかね、こうまあ編集の方ですかね。ですから、まあ、今日もね3人くらい、お見えになりまして、まあいろんなお話をいたしました。まあやはりね、あのね、あのそういう取材の方はとりあえずはまあ前段階でだいたい目は通してもらってるんですけれども、まあとっても嬉しいことですけど、いや感動しましたとかね、でよくそういう感じは聞きますね。まだごく一部でございますけれども、まあそんな感じで、まあ場所はね、まあね、まあ新潮社の方でございますけれども、まあ、たまたまねちょっとこう、その近くに素晴らしい場所がありましてね、そこの場所で場所を使わせていただいてですね、取材をやらせていただきました。いやー、これはね、ね、あんまり詳しく言えないんですけど、素晴らしいですよこの場所は。まあね、環境もねいいし、こういう、まあ、自然もたくさんねこうなんかある感じで、それよりもねここの場所のね、なんていうのかな、どういう場所かっていう、これねなかなか言いにくいですけど、すごい場所でございます。皆さんの想像にお任せしたいと思います。まあ、そんなことでまた今後ともいろんなスケジュール入っておりますね、おりますけれども、またご報告いたします。ぜひご指摘いただきたくよろしくお願いいたします。ありがとうございます。